18日、日本時間19日 MLB エンゼルス4から7、マリナーズ、アナハイムエンゼルスの大谷翔平選手、27、は、2番、指名打者でフル出場。9回に、メジャー単独トップをキープする34号にランを、放ち。2位のゲレロ、ブルージェイズに、再び3本差をつけた。9円後4試合目で、 後半戦の初アーチ。マドン監督は試合後、大谷翔平がホームラン競争に出場したことが、打撃に影響しているかと聞かれ、感覚としては、打撃フォームの点で少しあるかもしれない、引っ張りモードになっている。だから、今日のアーチがほぼセンター方向。 宇宙間だったのは良かった。疲労の面での影響は、技術面ほど大きくはなかったと分析した。大リーグ公式サイトなどが報じた。大谷翔平は、救援前日の12日、ホームラン競争に第一シードとして出場。大鳥で登場した一回戦で、 2度の延長の末に28本塁打を放ち、31本塁打だったナショナルズの外に惜杯した。直後は疲れた。こんなに疲れたのは、それこそシーズン中でも一度もなかったとコメント。それでも、翌13日の救援本番もメジャー史上初めて、投打の両方で選出され、 先発登板で1イニングを三者凡退に、ピシャリ。安打はなかったが、2打席に立った、大谷翔平。34号をもたらした驚きの修正能力、6回のベンチ内で実践していたこと、とは、エンゼルス4から7マリナーズ、7月18日、日本時間19日アナハイム。 エンゼルスタジアム大谷翔平はもちろん多くのファンが心から待ち望んでいた後半戦勝となる見事なアーチだったエンゼルスの大谷翔平投手がマリナーズ戦に2番 DH で先発出場2から7と5点リードを許して迎えた9回の第5打席ランナーを3塁に置いて マリナーズ5番手右腕、シーボールドが投じた低めの変化球をすくい上げ、5試合ぶりとなる34号にランを宇宙間スタンドへ叩き込んだ。ゲームに破れはしたものの、スタジアムはこの日、一番の熱気に包まれた。しかし、大谷翔平はやや苦しんでいた。 オールスター明けの2試合では10打数1アンダ6三振。オールスターに出場したことによる疲労の蓄積が懸念された大谷翔平だったが、5打数無アンダ4三振に終わった昨日の試合後にマドン監督は私は特に心配していない。彼は問題ないと確信していると変わらぬ信頼を口にしていた。 この日の第1打席も三振に倒れ、前日から数えて5打席連続の三振、その後は2打席続けて子球を選び、7回の第4打席は一塁へ自慢の快速を飛ばしての内野安打だった。そして、9回に待望の34号が飛び出したわけだが、この一発には伏線があった。 それは6回表マリナーズの攻撃中のことだ。ベンチに座る大谷翔平はタブレットを手に、自身のバッティングフォームを食い入るように見つめていた。その後、通訳の水原一平氏を伴って、コーチと会話を交わした大谷翔平は、7回の第4打席で内野安打を放ち、 そこで何かが吹っ切れたか、9回の劇的弾に至っている。大谷翔平に関しては、修正能力の高さについて言及されることがある。また、同僚であり、メジャー屈指のスター選手の一人でもあるマイク・トラウトも、以前、打撃というのは難しく、大抵はうまくいかない。 しかし彼はそれを他の打席に持ち越さない。切り替えが早い。打撃面ではそれが見られるなどと大谷翔平の優れた特徴について話をしている。ともあれ。本類打数2位で大谷翔平の後につけるのは、同じアリーグのブルージェイズに所属するゲレーロジュニア。 こちらは後半戦ですでに3本の本塁打を放つなど、絶好調で大谷翔平を猛追している。今日放った34号を機に、再び量産体制に入ることができるのか、二刀流での出場を予定している明日以降の活躍からも目が離せない。大谷翔平、失火ボール9を打った34号証拠映像に、 日米驚き、もう投げる球がない、後半戦一発目は、ボール球を捉えた2ランに、米大、リーグエンゼルスの大谷翔平投手は18日、日本時間19日。マリナーズ戦に、2番 DH で、先発。9回の、第5打席に後半戦一本目となる34号に、ランを放つなど、3打数に安打だ2打点に死球だった。 チームは4から7で敗れたが、低めのボール球をすくい上げた一発には驚きの声が上がっている。米記者が三塁側から撮影した動画を公開すると、日米のファンからは投げる球がない、これをスタンドは難しいなどと反響が寄せられている。膝より低い球をスタンドインさせた。大谷翔平の34号にランを、 三塁側から撮影した映像。インローのボール球だったが、バットを振り下ろし、すくい上げるように引っ張っている。まるでドライバーショットのようだ。手応え10分の様子で一塁へ向かっている。実際の映像をベースポーツ専門サイト、ジアスレチックなどに寄稿していたブレント・マグワイヤ記者が自身のツイッターに公開。 昌平大谷はこの球を419フィート約127。7メートル飛ばしたかっこ笑いと信じられない様子で文面を綴った。米ファンからは、これをスタンドに運ぶのはかなり難しいと思うコリン・モリカワのスイングみたいだなどと反響が寄せられているが、日本のファンも反応しており、 投手がかわいそうそんな低い球まで打ったらもう投げる球、ありません。よくこんな低め打ったなあ、などと驚きの声が書き込まれている。メジャートップを走る34号を放った大谷翔平。この日は快速を生かした内野安打も披露。エンゼルスタジアムのファンを沸かせていた。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。